皆さんこんにちは。こんにちは。プリスピリッツです。本日はレンマのコンパクト財布トリキティについておさらい動画を撮っていきたいと思います。今実際にちょっとお金を入れておりますので、はい、見ていきたいと思います。開けるときにこのステッチの L 字のここの角の部分が左下に来るように開けていただくと、奥にコインポケットがありますので、こういうふうにこれを出していただいて、でこっち側がカードポケットになっております。でカードの方は免許証のような分厚めのカードを今5枚入れております。ここの幅もある程度余裕がありますので、こうちょっと出して広げて選んでいただくことができます。であとはカードポケットがこういう外側に向いてるわけじゃないので、ね、閉じた時にこっちから出てくるっていう心配もないかなと思います。でお札はこういう感じでここから取り出していただけます。でこの幅とかもね、かなり余裕があるので、1万円札とかちょっと長めのレシートとかでも全然入りやすそうです。でこのトリキティの最大のポイントっていうのがサイズ感になるんですけれども、ちょっとこう正方形に近いような大きさになりまして、一般的な2つ折り財布と比べてもかなり小さめの大きさとなってます。あの3つ折りにしようか2つ折りにしようか迷っている方でも、このぐらいの小さなお財布であれば2つ折り、このトリキティの方がおすすめです。やっぱり3つ折りになるとお札がこの字型にこう曲がったりするので、そういうのが気になる方はぜひこの2つ折りのトリキティも検討いただければなと思います。こちら あの商品の動画は何本か上がっておりまして、レビュー動画だったりお会計動画、商品紹介の動画とかも上がっておりますので、ぜひあの時間あるときに見てみてください。トリキティの紹介をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。